チパチあげて、ちっとあげすぎ、なんぼあげる気、お前の口の皮ペロ丸で、hey!あげたの無観客講座。なんてなんてなんて無観客講座。無観客ね、お前滑舌悪いなおい。今年もよう言われたこの無観客いう言葉ね、テレビとかで言えとらん方結構おられました。いやお前がまず言えてねえから。うるさいのお前、ほんなら言えるんかお前ちゃんと。いや言えるに決まってんだろ。行くぞ無観客無観客。いや言えとらんじゃないか。いやお前よりマシだから。どこがじゃ無観客無観客。うわ全く言えてねえし。はい、こんなね言いにくい無観客いう言葉、こんな言い方をすればね言いやすくなります。教えます。この無観客いう言い方をね、広島弁のリンゴとかの皮を向かない客、無観客いう言い方したらね、うまく言えるんよ。やってみ。うん、無観客無観客。おお、本当だ。お前らもこれで言ってみ。言いやすいけ。そんなんせえへんでも俺ら普通に言えるわ。無観客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 。バリすごいのお前ら。こんなしょうもない講座なんか受けんでええから、向こうで遊ぼうや。誰もおらんようになったの。これぞまさに無観客。いや無観客。あ、無観客無観客。うわ言いやすい。また民さいよ。